ブルチコ行政区は、ボスニア・ヘルツェゴビナ北東部に位置する、同国の自治行政区。公的には、同行政区は、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦と、スルプスカ共和国の双方に属するとされる。ブルチコ行政区は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争後の和平合意である、デートン合意に基づくボスニア・ヘルツェゴビナ上級、代表による仲裁の過程で設立が決められた。合意では、 ボスニア・ヘルツェゴビナの2つの構成体の境界を定め、ブルチコ地区のうち、ブルチコ市街を含む48%がスルプスカ共和国、残りの52%がボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属すると定められた。紛争後、ブルチコ地区では欧州連合によって平和維持活動が行われている。2006年には、ブルチコ行政区における境界線に関する法令が廃止され、 ブルチコ地区における二つの構成体の処方率及び境界線が廃止された。ブルチコ行政府には独自の法が制定され、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国の法と共に同地区に適用されることになった。かつてはクロアチア人、セルビア人、ボシュニャク人が平和的に共存していたブルチコ地区は、1995年の紛争終結後の現在でもなお分断状態が続いている。 ブルチコ行政区の領域は、それ自体で一つの基礎自治体となっており、下位の自治体は存在しない。1971年、同地区の人口は74,771人。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争以前の1991年、同地区の人口に87,332人であった。紛争終結後の1997年、 同地区の人口は33,623人であった。1991年に公校的な人口調査は行われていないものの、次のような調査結果が存在する。前市長、ブランコ・ダムジョニックによる値ある調査によると、2006年、人口は68,863人。別の集計によると、2006年の人口は約7万人。 ブルチコ行政区の議会は29議席からなり、その内訳は次の通り政党別、民族別、性別、スパーアバイズリーオーダーアバリシャスエンティティレジスレーション、エンズリーガルシグニフィカンスオブアイブルインバーチコ、ディストリクトアーカイブド2006年8月13日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。